どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。オル的映画速報、今年初めてですね、第54回。オル的映画速報では今週の映画興行収入ランキングトップ10とエンターテインメント全般にわたる雑談なんかをしていきますということでね、いやなんかね、アメリカとイランがなんか戦争を追っ始めそうで、いやこれはね、第3次世界大戦につながるんじゃないかという懸念が広がってますけど、ほんと戦争は嫌ですよね。ああもうトランプちゃん、ほんといい加減にしてよということで、まあまあまあ、平和であることをね、平和な2020年であることを願いたいばかりではありますけど、1月4日から5日の今週のね、国内映画興行収入ランキングが、興行通信社より発表されていますけども、今年はね、今年一発目はこんな感じです。はい、2020年一発目、最初の週末は、公開7週目に入ったアナと雪の女王2が昨年12月14日から15日以来の首位に返り咲きましたということで、週末2日間で動員38万2千人、興収4億9600万円を稼いで、累計動員は882万人、興収はなんともうね、112億円を突破してるんですね。通常の 2D 吹き替え版や字幕版及び応援上映はもちろん、今回のアナ雪は IMAX レーザーや 4DX マジカルエディションなどハイスペックなフォーマットでも楽しめるとあって、リピーターの選択肢も多岐にわたっているとのことです。いや思った以上に強いですね、アナ雪の2。もう全ての映画館でかかってるし、結構高額な入場料金である IMAX レーザーとか 4DX なんかでも扱われているんで、いやこれは相当稼ぐでしょうね。もう7週目にしてまだ1位ってすごくありません？はい。まあそうなるとね、スターウォーズがどうなんだって話なんですけど、はい、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けは3週連続首位にはならず、先週まで首位だったんですよね。2位に陥落してしまいました。4日までに累計興収がそれでもね50億円を突破しているんですね。1日から3日の正月3日間の3日間では動員65万6800人、興収9億4000万円、4日5日の2日間で動員31万9000人、興収4億8900万円を上げ、累計動員は347万9000人、興収は52億4200万円を記録していますということで、まあ3週目にしてね50億円突破してるんで、まあなんだかんだ言いながらねお化けですけども、まあ、それ以上にすごいのがアナ雪の人気ですよね。まあ僕もね、この動画でスターウォーズのレビューはしているんですけど、まあどうですかね、世間的にスターウォーズの評価、皆さんどう思われましたか。最終話、最終章のねスカイウォーカーの夜明けですけど、もう第8作目前作がちょっとねもうかなりしっちゃかめっちゃかな展開になってましたけど、まあ、それを無理やりまとめた感があってね、まあ、世間的な評価はかなり低いのではないかという、やはりスターウォーズっていうのはね映画ファンにとっては特別な存在ですから、やっぱりそうとも映像はもちろん役者もそうなんだけど、まあ、シナリオにもね相当なもうハードル高いですよね。みんな期待してますからね。でなおかつストーリーはもう壮大なもう女子自身みたいになってるんで、まあ、考察好きな人たちがね結構細かくシナリオを考察していくんですよ。だけど、まあ、ここ最近のスターウォーズのシナリオって考察する価値もないんじゃないかって思うぐらいね、結構行き当たりばったりっていうか、あんまりね作り手もそんなに考えずに好き勝手に作ってきて最後にしわ寄せが来ちゃったかみたいのがね半端ないんで、いやーやっぱりねこういうね大作のシリーズっていうのはちゃんとこう計画的にもう長い年月をかけてね、もう先々を見越して計画的にシナリオを練っていかないと今回のようなことになっちゃうんですよ。まあその点ね、アベンジャーズエンドゲーム、アベンジャーズシリーズマーベルはそこはきっちりしてましたよね。もう先の先を見据えてシナリオはね綿密に練り込まれていたから、まあ最後はねエンドゲームっていう形で見事な大団円をね遂げる展開することができましたけど、いや今回のスターウォーズはもう完全グダグダでしたからね。まあそういった巷の評価も足を引っ張ってんじゃないかなと思います。正直スターウォーズ、僕もねスカイウォーカーの夜明けは
あんま面白くなかったかなっていうか、ここ最近のね、新シリーズのスターウォーズ自体がもう全然面白くなかったですからね、最初からつまんなかったっていうね、そんな感じがしていますということで。一方、昨年12月27日に公開され4位スタートだった男はつらいよおかえり虎さんは3位にランクアップしました。この作品は山田洋次監督による国民的人情喜劇男はつらいよシリーズの50周年記念作品です。1995年12月公開のシリーズ最終作男はつらいよ虎次郎、紅の葉の花以来久々にお正月映画として公開され、往年の虎さんファンシニア層を中心に集客いたしましたということで、週末2日間で動員13万6000人、興収1億6700万円を上げ、累計動員は59万人、興収は7億円を突破し、最終興収15億円以上が見込める興行となっていますということで、いやこの映画ね、見た人たちの感想をいくつか聞いたんですけど、非常にね評価高いですね。まあなんだかんだ言いながら寅さんで渥美清さんが亡くなった今も人気キャラクターですよね。寅さんのキャラクターというか、まあ、シナリオと本当に優れていて、まあよく言われるんですけどね、作家志望者とかシナリオ志望者の方、要するに物書き志望者の方ですね、物語を作るお仕事に就きたいと思っている方は寅さん見てみるといいらしいですよって言いながら、僕もねほとんど見たことがないんですけど、いやこれを機会にねちょっと寅さん見てみようかな。いろいろとね創作にものすごくやはり役に立つ、そうだよね、やっぱりこうなんていうかな、日本人のその面白み、日本人が面白いとかね、あ素敵だなとか笑えるってことをものすごく何ていうか、そのエッセンスが詰まった作品ではあるんじゃないかなと思うんで、研究材料、研究対象としてはね最適なのかなって、うん、思ったりする。やっぱりなんだかんだ言いながら創作、僕たち物語を作るにあたって何が重要かっていうとね、まあ、読者を当然楽しませるってことなんだけど、読者が楽しむ、面白いと思う気持ちって結局これって心理学なんですよね。面白いと思う心理学だから、僕たちは何だろう、読者心理学というものを研究していくべき、読者が面白いと思う心理学というものをね、研究していく、まあ、そのためのまあ教材としてこの寅さんとてもいいんじゃないかなと思っております。はい、そしてね、僕のヒーローアカデミアザ・ムービーヒーローズ・ライジングは4位に後退しましたけども、累計動員は92万人、興収は11億円を突破しました。あとね、仮面ライダー令和ザ・ファースト・ジェネレーションの累計動員は59万人、興収は7億円で5位だそうです。アニメ、映画、妖怪学園 Y 猫はヒーローになれるかの累計動員は53万人、報酬は6億円で6位をキープしているということで、まあここら辺はね、戦隊もの、アニメもの非常に手堅いですよね。まあ突き抜けてはいないんですけど、非常に手堅く稼いでいるといったところでしょうか。とはいえね、まあこれらの映画はファミリー映画なんですけど、アナ雪2に随分お客さんを持ってかれちゃった感が半端ないよね。まあそれほどまでにアナ雪が化け物だし、まあ、若干スターウォーズにも持ってかれちゃったのかな。あとね、既存の作品では死人層の殺人の累計動員は67万人、興収は8億8000万円で、9位から7位にランクアップしてますね。あ、よかったよかった。あとね、ジュマンジネクストレベルの累計動員は58万人を突破、興収は間もなく8億円に到達し、先週の10位から9位にランクアップしていますね。さすがやっぱりこの手の映画、お正月映画強いのかな。あとね、3DCG アニメ、ルパン三世ザ・ファーストも累計興収は、あ、10億円突破したんですか。県外の11位から10位と、それぞれ順位を上げ、やっぱりね、子供向けやファミリー映画がお正月に強さを発揮しておりますという展開になりました。まあ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 、それぞれがね、お正月にあたって手堅く稼いではいますよといったところですけども、まあその中でもね、アナ雪が強すぎた一人勝ちっていうことでね、まあそれはそれでもね、今年の今週のね、お正月興行もかなり、賑わったんじゃないかなと思います。
とはいえね、まだまだお正月興行はしばらく続きそうですよね。どうだろう、成人の日がありますからね、まだ3連休ありますから、まあ、そこまではねお正月興行が続いていくんじゃないかな。それが終わるとね、そろそろあのファミリー映画も鳴りを潜めて、まあ、大人向けの作品、いや特にですね今後はアカデミー賞狙いの作品、まあ、いわゆる良質な作品が映画館でどんどんね上映されるんでね、まあ、すごくね楽しみですね。はい、というわけでね、今週一発、まあ、この正月興行大戦争、興行収入ランキングいかがだったでしょうかということでね、毎週恒例ね、ミニシアターの方も興行収入ランキングベスト5をやっていきたいと思います。今週はね、こんな感じになりました。はい、去年のランキングからね、ランキングから残ってるのが3作品ありますね。でも1位は初登場です。今週の1位はエクストリームジョブ、二十歳って映画の新鋭イ・ビョンホン監督が手掛け、韓国で歴代興行成績ナンバーワンに輝いた痛快刑事アクションコメディということで、へえ。潜入捜査のためにフライドチキン店の偽装営業を始めた崖っぷちの麻薬捜査班が繰り広げる奇想天外なドタバタ捜査の行方を、迫力のアクションを織り交ぜつつ予測不能の展開でコミカルに描き出す。ほうほうほう。家でも職場でも肩身の狭い高班長を率いる麻薬捜査班は全く実績を上げられず、解体の危機に直面していました。そんな時、国際犯罪組織の情報をつかみ名誉挽回の張り込み捜査を開始することになる。するとタイミングよくアジトの前にあるチキン店が閉店することを知り、そこを引き継いで潜入捜査に乗り出した捜査班のメンバーたち、ところが単なる偽装営業のつもりが絶対味覚を持つマッケージの思わぬ才能が発揮され、チキン店はまさかの大繁盛店の切り盛りに追われ、捜査どころではなくなってしまう。これめちゃくちゃ面白いやないかこれいやこれ、あ、見に行こう見に行こう、これめちゃくちゃ面白そう。何もうなんかスタータイトル聞い ストーリー聞いただけでもめちゃくちゃ面白そう笑っちゃったはい、これ見に行きたいなと思っております。いやーもう何このストーリーいや俺大好きだよこういうバカバカしいストーリー。へー、これが1位なんだ。これは面白いでしょうね。もうストーリーからして面白そうだもん。そして第2位は家族を思う時ですね。これ先週第2位だったんですね。はい、僕の動画でも、僕のチャンネルでもレビューしていますし、そして2019年ベスト映画のね、ランキングベスト10に入れました、入りました。いや本当ね、あのこの映画麦の方を揺らす風とか、あと私はダニエル・ブレイクの名将ケン・ローチ監督の作品なんですよ。でね、今回この映画が描いているのはフランチャイズの闇なのね。あ、まあ、最近ねセブンイレブンとかの方でもね、結構、なんか従業員がね、従業員じゃない、オーナーが契約解除されましたよね。あの本部に逆らったことで、まあ、契約解除されちゃったんですけども、まあでもね本当闇ですよ。まあこの映画見てると本当ね、セブンイレブンとかのオーナーなっちゃみんなダメよ変に夢を持ってね、あのセブンイレブンとかコンビニのオーナーにならないでね。ほんと地獄ですよ、地獄を見ますよ。家族も潰されますよ、絆も全て、ほんと何にも残らない。この映画を見るとね、フランチャイズオーナーになることがいかに地獄かっていうことがよくわかりますから、ぜひねこの映画見てくださいね。え、こういうことを知らないでオーナーになっちゃう、ね、そういう人間は情弱だってね、よくホリエモンとかね、ああいう人たちにバカにされますけど、いやいや命に関わることなんで、脱サラとかね、独立開業を目指している人はぜひですねこの映画を見た方がいいと思います。そして第3位はこれ先週も1位だったんですね。フォーリアル、戻らない時残されるものということで、
これ確かね、横浜ベイスターズのドキュメンタリー映画で、ベイスターズファンでも何でもない僕にとってはね、全く縁もゆかりもない、映画なんで、これについてはね、語ることはありませんね。まあ、ベイスターズファンの方たちにとってはね、必見の映画なんでしょうけど、はい。私、野球あんま好きじゃないというか、プロ野球見たりしないんでね、まあ、そもそもスポーツ嫌いなんで、もうスポーツ観戦したことがないという、ね、今回は、去年はね、ラグビーがものすごい、盛り上がってましたけどね、1秒も見ませんでしたからね。本当ね、スポーツ観戦とかね、まあ、嫌いじゃない、まあ、見ればね、見ちゃうんですけど、なんかあんまね、見ようとしないんだよね。はい、そしてね、第4位は、先週も4位だったんですね。誰もが愛しいチャンピオンということで、これは映画、ミラクルペティエントの、ハビエル・フセル監督がオーディションで選ばれた実際に知的障害を持つ10名をキャストに起用して本国スペインで大ヒットしたハートフルドラマということですね。短期が原因でチームを解雇されてしまったプロバスケットボールのコーチがひょんなことから知的障害者のバスケットボールチームアミーゴズの指導をする羽目になり、最初は嫌々だったけど徐々にお互いを理解し合い固い絆、強い絆で結ばれていく様をハートウォーミングに綴るっていうことで、はい、もうこれはね、この手の映画結構ありますよね。社会的弱者と言われる人たちね、を寄せ集めた、まあ、チームで、まあ、みんなで努力し合ってね、互いに絆を強め合って、まあ、最後は大きな大会に向かっていくみたいな。まあ、なんか日本でもね、この手の話は結構、いくつかあったような気がするんですよね。ポンコツたちの寄せ集めなんだけど、案外なんかね、中にはこう才能を秘めた人間がいたりしてね、最近だとどうだったっけ、フランス映画か何かでおっさんたちの、シンクロナイズドスイミングの映画ありましたよね。あれなんかも、まあ、この映画このジャンルに属するんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この手の映画は日本人大好きですよ。また知的障害者っていうね、ポンコツとかダメなやつらが一致団結して何かひたむきに取り組んでいくっていうのはもう日本では鉄板ですよね。まあよくよく考えてさ、池井戸潤の作品もまあそういう傾向ないですか。あれもなんかダメなやつらを集めて、まあ一人のカリスマがダメなやつを集めて巨悪に立ち向かっていくっていうかね、大きなプロジェクトに取り込んでいくみたいな話ですもんね。ほんと爽快ですよね。痛快だし爽快だし。なるほど、こういう話もね、こう手っ取り早く読者を引き込むことができますね。勉強になりますな。そして第5位は初登場ですね、マニカルニカ、ジャンシーンの女王ということで、はい、こちらはね、イギリスの植民地支配に抵抗したインド大反乱で活躍し、インドのジャンヌ・ダルクとも称されたジャンシーの女王ラクシュミーバーイ、まあ、これマニカルニカっていう人なんですけど、まあ、彼女の生涯を描いたスペクタクル歴史アクションということで、ほう、これはなんか壮大な映画になりそうですね。まあ、なんつったってやっぱインド映画最近外れなしですからね。バラナシで僧侶の娘に生まれたマニカルニカは幼い頃から武術を習いたくましく成長していく。やがてジャンシーハン王国の藩王ガンガーダルラーオの元へと嫁ぐ、インドの名前難しいんだよね。ガンガーダル、ラーオの元へ嫁ぎ、ラクシュミーという名を与えられる。しかしその後、藩王が病死してしまうと、その気に乗じて、イギリスは藩王国を併合。ラクシュミーも城を後にしなければならなくなるのであったが。ということで、ここからね、立ち上がるのが、女、戦士。マニカルニカということで、まあ、ジャンヌダルク的な存在な、インドのジャンヌダルク的な存在なんですね。まあ、さっぱりね、まあ、インドの歴史ってあんまりこうマイナーだからあんま知らない人多いと思うんですけど、でもインドってよくよく考えたらね、世界で2番目に人口の多い大国じゃないですか。そしてインターネットのね、技術革新も著しい、まあ、そのうち日本もね抜かされちゃうんじゃないかと思うんだけど、そのインドが繰り出すスペクタクル歴史アクションということでね、いやこれは僕もね見たいかなと思います。マニカルニカ初めて聞きましたけど、皆さん知ってた？いやー、インド映画はね、ほんとね、去年からあたり
ここ数年前からインド映画本当ハズレがないんですよ。すごい作品ばっかり繰り出してくるので、いやこの映画もね期待できますね。はい、というわけで皆さんはね、今週のミニシアター系映画のねベストランキング5ですけど何本見ましたかね。まあ、僕は1本だけ家族を思う時だけ見たんですけども、いやこの中でやっぱりねこの1位のエクストリームジョブはもうね見たい、面白そう。あとどうだ、マニカルニカもちょっと見たいかなと思いますね。まあ、東京であればね映画館どこでもやってるんですけど、もうちょっとね地方にいてもこういったこうミニシアター系の映画が身近になるといいんですけどね。はい、というわけでね、ここからねエンタメ雑談していきたいと思うんですけど、今日はね久しぶりというかデッドバイデイライトについてね語ってみたいかなと思うんですけど、はい、もうね巷ではねデッドバイデイライトが終わったなという話に流れになっておりまして、なんでかというとね、まあ、最近ねデッドバイデイライトに大きなねアップデートが、まあテストサーバーなんですけどアップデートが入る予定で、それ何かっていうと破滅、パークのね、あれは確かハグのパークでしたよね、ハグのパークのルイン破滅が弱体化するっていうことで、公式から発表されたんですよ。公式っていうか、まあ運営からですね、デッドバイデイライトの運営から発表されたらですね、DVD 運営とか、あと破滅ナーフとかね、破滅弱体化がツイッターのトレンドワードにね載ったんですよね。すごいよね、もう大騒ぎですよ。いやデッドバイデイライトがねのこんなことがね、ツイッターのトレンドに載るってすごくないですか。 DVD やってね、デッドバイデイライトやってない人からすればさ、破滅弱体化とか破滅ナーフとかどういう意味だってさっぱり意味わかんないと思うんだけど、はい、まあね、破滅が弱体化するということで、今ね、デッドバイデイライト界はね、まあ大騒ぎになってるんですね。で、まあ簡単に言うとね、破滅っていうのは、キラーのパークなんですけど、発電機の修理を遅延させることができる、まあパークなんですよ。でも、大体ですね、もう7割から8割ぐらいの人たちが、このパークを、持ってきてる、つけてきているんで、まあ必須なんですね。このパーク持ってつけてこないと、発電機の修理がどん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 進んじゃっても、特にね、上級者になってくると、まあある程度もう中級ランク以上になってくるとね、みんなもううまいから、サバイバーもめちゃくちゃ、凄腕な人たちがいるんで、発電機どん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 、ものすごいペースで修理していって、まあ、キラーからするとね、ゲームにならないんですよ。太刀打ちができなくなっちゃうのね。だから、まあ、とにかくキラーにとって、このゲーム、勝つ、有利になるためには、ゲーム時間をなるべく伸ばすことなんですよ。ゲーム時間が伸びれば伸びるほど、キラーにとっては有利になっていくんですね。逆に、ゲーム時間が短ければ短いほど、サバイバーに有利になって、キラーにとってもめちゃくちゃ不利になっていくんですよ。結局、ゲーム時間って何で決まるかっていうと、発電機の修理なんですよね。5台の発電機を修理してゲートが開かれたらもう脱出できちゃうから、もう5台の修理発電機ね、もうある程度もう5台発電機修理されちゃうと、もう全滅っていうのは現実的になかなかキラーそこから4人なり3人をね全滅に持っていくってなかなか難しいんですよ。というわけで、まあこのルイン破滅を使って修理速度をまあこう延長させるというか遅らせることができるんですけど、まあそれが具体的にどうやるかっていうのはね、まあここではねいちいち詳しくは説明しないんですが、でこれがね破滅が変更されたわけなんですね。その内容がこちらです。今までのねルインは、まあ、修理した生存者にすぐに適用されるっていうか反映されるんで、でなかなかこうスキルチェックが難しくて修理がままならなくなるんですけど、そのスキルチェック妨害みたいのが今回全くなくなって、その代わり何が設けられたかっていうと、発電機が修理されていない状態であるときに修理進行度が常に通常の発電機破壊の、まあ、1倍から2倍の速さで
自動的に交代し続ける。つまり簡単に言うと、発電機を修理してもその発電機から手を離してしまうと、破壊キラーに発電機を破壊されてもいないのに、どん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 修理がね、後退していってしまう。で、レベルによって、類のレベルによって、それが1倍から2倍の速さでっていうことなんですよ。どうですかね。つまり、でもただね、修理している間はね、全く、サバイバーにとっては、ストレスにならないっていうか、まあ、それはまあ確かにね、いいって言えばいいんですよね。確かに、今の現状のルインは、サバイバーにとってはね、ストレス結構半端ないんですよ。だから、もう先にね、とりあえず呪いのトーテムを探して、破壊してしまおうっていう行動に出るわけなんですけど、これだったら、あえてね、呪いのトーテム探さなくても、そのまま修理進めてった方が早いですから。で、キラーとしては、サバイバーが、修理させないことですよね。とにかく発電機から離すことによって、発電機から手を離してしまえば、修理交代がどん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 進んでいくので、まあこれより修理時間を伸ばすことができるわけなんだけど、まあ確かにね、これ序盤はあんまり活かされないですよ。どん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 、最初のうちはね、あんまりこう生きないんですけど、終盤になってくると強いですよね。どんどん修理がいろんなところで進んでいくけども、交代もどんどん進んでいくので、確かにゲーム終盤では強いには強いと思うけど、そもそもトーテムがね、ゲーム終盤まで生き残ってるかどうかなんですよね。だいたい中盤あたりでトーテムって潰されちゃうことが多いから、終盤までまずまずほぼほぼ生き残らないですよね。でね、今もうね、これテストサーバーで適用されてるんで、気になる人はね、テストサーバーでプレイすればいいんですけども、これね、発電機破壊、要するに、キラーが発電機を破壊できるかっていうと、破壊できないのね、修理しているやつは。破壊できないんですよ、このパークがついてる間は。なんで、破壊の速度を、まあ、ルインの1倍から2倍以上に、早めることができないっていうことになってるんだけど、これ破壊して、破壊すれば、この修理のスピードさらにね、交代のスピードさらに早められるっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。これ現状ではね、もう皆さんおっしゃる通りナーフですよ。弱体化以外何者でもない。で、本当ね、特にプレステ4でプレイしてる人だったらもうよくわかると思って実感してると思うんですけど、デッドバイデイライトはね、圧倒的に日本の場合は、特に日本の場合はね、キラー不足なんですよね。キラーでプレイする人があまりにも少ないんで、なかなかね、マッチングしないんですよ。特にプレステ4だとそれが顕著らしいんですけど、まあ、PC でもね、やっぱり、そうね、最近、まあ2倍、ブラッドポイント2倍デーの時はみんなプレイするんで結構マッチング早いんですけど、2倍デーが終わっちゃうとね、なかなかマッチングしなくなる。まあそれでもね、PC はプレスト4よりは随分マシだとは思うんですけど、プレスト4だとね、もう20分、30分マッチングしなかったなんてことよく聞きますけど、からね。で、こんなね、まあある意味キラーにとって、よりどころとも言えるこのパーク、ルインを弱体化するとさらにキラーの数が減ってしまうんじゃないかなと思うんですよ。そうするとね、さらにさらにまたマッチングが伸びるっていうことで、もうそうなるとゲームにならないね。マッチングあまりもしないとですね、どん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 このデッドバイデイライト離れがね、加速していくんで、そうするとね、一気に過疎になっていく。加速化したらもう終わりですからね。同じゲーム会社、このデッドバイデイライトの会社が出しているデスガーデンでしたっけ、なっちゃうんじゃないかってちょっと今からね、心配です。僕もデッドバイデイライト始めてからもうね、ほんとかれこれ2年半ぐらい経つわけですよね。あと5ヶ月ぐらい、まあ5月からね、3年前の5月から始めたんで、あと、5ヶ月で丸3年プレイしてることになるのかな。プレイ時間は全部で1800時間超えてるんですよ。本当おかしいよね。いや、その間原稿書いてたらね、多分もう20冊ぐらい書けたと思うんですけど。はい、まあそんなわけでね、今回のアップデートによって
デッドバイデイライト離れがね進むんじゃないかっていうことがとても心配だというお話でした。まあほとんどの人たちにとってはどうでもいいお話ですよね。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。